はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは、黒政と申します。この放送では中国史好きの私黒政が中国史上の人物を紹介するラジオとなっております。はい、今回の放送は前回の次回予告でもご紹介しました通り、不審をご紹介いたします。第57回目で取り上げた、下記の旦那さんですね。厳密に言うと、最終的な旦那さんとでも言いますかね。その不審をですね、中心に取り上げまして、下記の回を、補足する回でもありますので、よろしくお願いいたします。そしてね、前回の次回予告でも言いましたが、今回のですね、第60回目の放送、10の倍数の節目回なわけなんですが、今回からですね、放送をですね、ちょっとシャープにまとめる感じの、構成でいきたいと思っております。全体的に、今までの放送と比べて、短くね、まとめた構成でやっていきます。その概要部分の削除とか、あとエンディングパートの縮小といった感じですかね。その分ね、より本編に、集中できる内容になると思いますのでね、お楽しみと。はい、というわけでですね、第60回目の放送、不審、早速やっていきましょう。不審、中国の春秋時代の楚の皇族、であって、宋信吾の政治家、太傅である人物ですね。姓は美、羊みたいな感じで、美っていう文字があるんですけども、その美、これが姓、死が靴、屈伸の靴の字ですね、靴。で、意味なっていうか、名前が不審、または不審の符の方ですね。符だけ。巫女の実の字っていうのかな、の符だけっていう説もありますね。名前が不審か符。で、あざながですね、死霊、子供の子に幽霊の霊で死霊。で、生没年は不明ですね。で、屈地っていう、今の湖北省の四季県の出身の人物になりますね。不審の一族の子孫にはですね、春秋戦国時代を代表する詩人である、屈原がいます。不審はですね、春秋四大美女の下記の、夫として有名な人物ですが、彼自身もですね、下記のスペックに見劣りしない、非常に有能な人物ですね。どこの国でも、高官となる、なんていうんですかね、そのグローバルなポテンシャルを持った人物です。で、歴史の表舞台に出てくる時点で、不審はですね、祖の大夫で、神といううちに報じられるほどの、献身だったわけなんですね。初登場の、時点で、すでに、なんていうんですかね、その有能感丸出しですが、そんな不審、主君であるですね、祖の総王が、陳を攻め、陳を一時的に滅ぼしたところで、歴史の表舞台に登場するわけなんですね。紀元前599年。祖はですね、陳の内乱、家長女の乱と言うんですけども、この乱をですね、沈めるという名目、内実はですね、ただの侵略なんですけど、陳にですね、兵を進めて、これを一時的に滅ぼすわけなんですね。祖はですね、家長女の母で、絶世の美女の下記を、これによって手に入れることになると。この下記をですね、自分のものにしたいと思う人が、その総王や、その将軍の師範など、その国内にですね、何人か、いたわけなんですけども、不審はですね、下記の経歴を鑑みて、下記は不吉な女性で悲運を、呼び寄せるから、嫁にしない方がいいと、そういうふうに各自にですね、進言して、嫁にするのを諦めさせるということを、していました。ここら辺のね、詳細は私の、下記の放送回をご覧いただければと思います。で、そんな不審なんですが、実はですね、不審も下記を狙っている一人だったわけで、いろいろとですね、策を巡らして、下記をですね、祖の国外へ出すことに成功。この後ですね、不審が、姓の使者として任じられる機会があってですね、不審はこの機会をチャンス到来として、全財産やですね、大半の族人と共に、祖を出国するわけなんですね。そしてですね、この時の不審はですね、あまりの嬉しさに、先走って、その下記との生活を想像していたのか、その一つのね、面白い話があるのでご紹介いたします。不審がですね、その祖を出国するときに、その臣下である、秦淑姬という、人物とですね、偶然出会うわけなんですけども、不審と出会ったですね、秦淑姬は、こういうふうに言うわけなんですね。
これは怪しいことだ。あなたは三軍の大事に関わる使命を帯びてご苦労なさるのに、桑畑の喜びまで待たれている。他人の妻を盗んで逃げていかれるような、まあこういうふうな言ったわけなんですね。こういうふうに言ったと。でここで言うですね、桑の畑のまあ喜び、桑の畑のまあ楽しみという言葉はですね、不正なまあ男女関係をまあ指すまあ隠語っていうか、まあそういう言葉では言葉というふうにした、なわけであって、まあ当時はそういう言葉になっていて、まあ要はですね、その国の政策を関わるなんかそのプレッシャー大の仕事に行くのに、なんかそのウキウキすぎて、なんか女性関係を目的としたお出かけであることに気づかれたというか、まあ勘ぐられてしまったと、そういう話なんですね。まあどんだけウキウキやねんという話ですね。まあ超絶ね、有能な不信もまあ人並みなところがあるというまあエピソードですね。まあ伸縮期のですね、まあ予想は大正解して、まあこの後ですね、宋を出国した後に、国外のですね夏季と合流でめでたくですね夏季と夫婦となった不信は、そこでですね、まあ死者の任を放棄とすごいですよね。一流の人はちげえなというふうに思いますが、まあ副使としてですね、まあその副官というんですかね、まあその自分の使者の任に、まあ付き従っていた副使に命じて、姓のですね、神物をですね祖に持ち帰らせて、まあその姓に使者に行くために、まあ、そう出国したわけなんで、まあいろいろまあ持ってたわけなんですね。でその姓の神物をまあ祖の方に、まあ副使に頼んでまあ持ち帰らせて、自分はですね家計を連れて、姓に亡命しようとするわけなんですね。まあ、福祉も福祉で、まあ、この時、まあ、すごい困ったと思いますけどね。にも本気っすかみたいな。そうに帰ったら、自分どんな目に遭うかみたいなね。まあ、姓にですね、行こうとした不信 with、まあ、夏季。で、しかしですね、まあ、その姓はですね、国がですね、まあ、紀元前589年に起きた、まあ、安の戦いっていう、まあ、戦いがあるんですけども、その戦いに、まあ、負けたことを受けてですね、まあ、不信はですね、勝てない国などに住みたくないと、そういうふうに言ってですね、安の戦いで、勝利した、秦の国、まあ、三秦の方の秦の国ですね、この秦の国に亡命することにします。で秦へと、まあ、赴いた不信なんですが、まあ、怪談師として、まあ、天下に、まあ、名声を轟かしていた、秦の将軍である激氏を、頼りに、まあ、秦に入国して、慶っていう、まあ、土地の大夫になって、まあ、その祖の内情を知る者として、まあ、秦の重臣たちに重用されるわけなんですね。で、まあ、この不信のですね、まあ、なんですかね、その心理うまくいってる状況を、まあ、心よく思わない人物がいたんですね。その人物が、その霊院である師範ですね。まあ、師範はですね、かつて、まあ、その不信に、まあ、夏季はやめといた方がいいよって言われた人物の一人で、その不信がですね、まあ、夏季とくっついたもんだから、まあ、それを、まあ、根に持っていて、まあ、さらにね、まあ、その心理うまいことやってるもんだから、まあ、腹綿がまあ煮えくり返っていたのでしょう。師範はですね、まあ、多額の、金品を持ってですね、不信への妨害行為をして、不信の身を不自由にしようと、そういうふうに画策するわけなんですけども、まあ、当時のですね、祖の国主であった、王様であった、祖の教王はですね、この師範の、この行為をまあ止めてですね、まあ、こういうふうに言うわけなんですね。不信は、その教皇は、師範のこの行為を止めてこういうふうに言うわけなんですね。はい。不信は自分の取り回しこそ誤ったが、父上のこと、あ、まあ、ここで言う父上っていうのは、まあ、その総王のことですね。父上のことをいさめたのは忠義だ。大いに認めてやろう。それにもし不信が鬼老人ならば、いくら物を使って妨害しても秦が聞き入れるはずがない。もし秦に益するところがなければやがて捨てられるであろう。邪魔立てせんでもよかろう。まあこういうふうに言ってね、まあたしなめるわけなんですね。まあな、まあなんていうんですかね、その、まあその総、まあ、まあその自分がですね、まあその不信が、まあ嫁にしちゃった夏季、まあその不信もその夏季を嫁にしたいからっていうことも
こともあって、まあ、そのいろんな人にですね、まあ、賭けはやめといた方がいいよって言ったのも、まあ、それも本心だと思うんですけども、その、まあ、まあ経歴も経歴でねその賭けと関わった人物がですね、まあ、あらゆる人物が何て言うんですかね、その不幸に陥ってるっていうのは、まあ、それはその事実なわけなんであって、まあ、その相応に、まあ、そういうことにあってほしくないっていうのも、まあ、もちろん、正直な、思いでもあったと思います。まあ、それはですね、まあ、紛れもない、まあ、忠義っていうふうにまあ言えるわけであって、まあ、その忠義の部分は、まあ、認めてやろうと。で、もし、まあ、不審が、まあ、非常に優秀な人物であったなら、まあ、いくらね、そんな金品とか賄賂とか送っても、まあ、真がですね、手放すはずがないですし、もし真、まあ、その不審がね、無能であったならば、まあ、そんなことしなくてでもね、まあ、やがて、まあ、真に捨てられるであろうから、まあ、いずれにしろね、そんな妨害をしたところで、まあ、どうにもならんと、そういうふうな話なわけなんですね。で、まあ、こう言ってね、まあ、その、たしなめる、今日がですね、まあ、師範をたしなめるわけなんですけども、まあ、怒り心頭の師範なわけで、まあ、同じくね、不審を恨んでいた市長という、まあ、人物と共に、ソニーに残っていた不審の一族を殺してですね、まあ、それらの人物、人々の家財を奪うという、なんともですね、ちょっとひどい行為に及ぶわけなんですね。まあ、ついでにね、この時に、サクッとね、火器と陰痛した、国王も、殺害されております。まあ、ここら辺はね、その私の、まあ、火器の放送会で、まあ、ご覧、ご確認いただければとも思います。ちなみにね、その市長が、まあ、不審を恨んでいた理由として、まあ、これはちゃんとしたちょっと理由があったわけで、紀元前のですね、595年に、ソノ軍がですね、ソウの都、をまあ、囲んでですね、宋の都をですね、を囲んで、まあ、引き上げるときにですね、市長はですね、秦っていう土地と、呂という、土地の電池、田んぼをですね、取り上げて、まあ、自分のね、あの電池にしてほしいというふうに願いで出るわけなんですね。で、それをまあ言われた宋の宋王はですね、あ、いいよって感じで、まあ、承諾するという、まあ、そういう出来事があったわけなんですね。しかしですね、ここで、なんていうかね、不審がですね、まあ、この行為を、まあ、待ったをかけるわけなんですね。一応、まあ、それにも理由があって、まあ、不審は、まあ、こういうふうに言うんですね。他を取られては、秦と呂、他を取られては、秦と呂の地が成り立たなくなってしまいます。この地の近くから兵を集めて、その、北の国境を守っているわけなのです。もしこの辺りを市長に取り上げられたならば、秦と呂の地はなくなると同じです。そうなれば、秦や、まあ、三秦の秦ですね、秦や帝が必ず関水まで押しかけましょう。まあ、こういうふうに冷めたので、まあ、その相応はですね、な不審の言を聞き入れて市長にまあ土地をあげるのを取りやめたという、ことがあったんですね。まあ、なんて言うんだろうな。まあ、市長にですね、土地をあげちゃったら、まあ、そこを守ることができなくなるのと同じだから、それはやめた方がいいと。まあ、そういうふうに言うんですね。まあ、そういうふうに言われたもんだから、まあ、市長はね、当然、まあ、その土地、まあ、欲しかった土地を、まあ、手に入れられなくなってしまったわけで、まあ、そうなるとですね、まあ、このことからですね、市長はですね、まあ、不審をひどくまあ恨むわけなんですね。まあ、欲しいものが手に入れられなかったのは、まあ、不審のせいになってしまうわけなので。で、まあ、別に、まあ、市長にまあ目に物を見せてやろうと思ったわけでなくですね、不審も。まあ、国防の観点からの進言だったんですが、まあ、ね、そんなことは市長はにとっては知ったことじゃねえと。市長はまあ面白くなかったと。まあ、そしてね、師範の、不審を、恨み晴らすで作戦にね、乗っかると。しかしね、あの師範と市長は見誤っていたわけなんですね。まあ、不審の有能っぷりをね、見誤っていたと。まあ、一族にね、ひどいことをされた不審はですね、まあ、大いにね、怒って、まあ、秦から、まあ、師範市長に向けて、まあ、書簡を送るわけなんですね。その書簡にはですね、まあ、こう書かれていたと。お二人は嘘と欲の皮で君主に仕え、罪もない人々を多く殺した。私は必ずお二人があちこち走り回り、疲れ果てて死ぬようにしてくれよう。
まあ、こういうなんとも物騒なことを書いた、まあ、書簡を送るわけなんですね。はい、不審ね、プッツンスイッチ入っちゃいましたと、怒り浸透スイッチオンということでございます。不審はですね、真の、まあ、当時は真にいたので、真の傾向にですね、まあ、真の国主たる傾向にですね、信仰の五の国で、乗車傭兵の術を教え、総側面から攻め立てる、攻め立てようと思います。私を 五の国に生かしてください、まあ、こういうふうに進言するわけなんですね。まあ、五の国を強くして、まあ、その側面を使わせることによって、まあ、その弱体化を図ると。まあ、この進言に対して慶子は許可をして、まあ、不審は五に赴くことになるんですね。で、秦から五に行くことになって、紀元前584年、五の国に入った不審はですね、五の君主で、初代五王となる、呪謀に歓迎されるわけなんですね。まあ、これによりね、秦と五の間で国交が開くことになります。不審の子の子、不審の子供である、胡陽という人物がいるんですけども、この胡陽をですね、呉の外交官にさせて、不審はですね、連れてきた、まあ、持ってきた兵士、戦車の、まあ、半数の、持ってきた半数にあたる、まあ、15条ですね、まあ、15台を呉、にとどめて、弓をシャシャ、シャシャなんですかね、その弓を射る者と御者と と一緒にですね、五に対してですね、まあ、戦車の乗り方を教えて、まあ、あとはですね、戦の陣立てとか、こういうふうに教えて、まあ、祖に背くように、まあ、指導するわけなんですね。あ、ちなみにね、この息子の胡陽、まあ、母が下記であるかどうか不明ですね。まあ、というか、まあ、母親自体が不明なんで、まあ、分かっていないので、まあ、下記である方はどうか不明と。まあ、ただね、その不審がですね、カキと出会った時期、まあ、妻に迎えた時期とかを鑑みると、おそらくはですね、不審にはカキ、以外の夫人がいて、その夫人との間、カキ以外の夫人との間の子だと思われますね、この雇用はね。話を戻します。まあ、折しもね、まあ、呪謀は呉をですね、強国にしていきたいと思っていて、まあ、不審の来訪はですね、来たーって、まあ、そういう感じだったでしょう。ちなみにこの時の秦との国交が、まあ、呉にとってね、中原世界との初めての国交だったというふうに言われております。まあ、なんというかね、まあ、くしくもですね、まあ、なんか、なんというか、その自身の都合によって、外生の、生徒の、まあ、死者の任を放棄した不審がですね、まあ、今度もはですね、まあ、こちらもね、まあ、半ば、不審の都合というか、まあ、不審の思惑で、秦と呉の使者に、まあ、任、秦と呉の使者となって、今度はですね、まあ、任を成功させるのは、まあ、何度も、まあ、面白いものがありますよね。ちなみにね、この不審が、秦と呉が国交を開いたことで、紀元前583年にですね、まあ、秦からまた呉にね、不審は使者として赴くっていうことが起こるわけなんですけども、この時にね、面白い話があるので、ちょっとそれをご紹介いたします。まあ、呉にね、行くにあたって、まあ、許っていう国、まあ、今の 三島省の 許県にあった国なんですけども、この許の国を通してもらうっていうことになるんですが、不審はですね、この許の国にて、まあ、許の君主と、まあ、城の堀で、まあ、立ち話をするわけなんですね。まあ、不審はですね、許の国の君主に向かって、この城壁は大変粗末です、堅固にされてはどうですか、まあ、こういうふうに言うんですね。これに対してですね、我が国は中原から遠く離れており、誰がここを狙ったりしましょうかと、まあ、こういうふうに許、の君主には返されるわけなんですね。まあ、それに対して、不審はこういうふうに言います。悪賢くて領地を広げたい一心の者には滅亡に入れぬ国はありません。ですから今の世に大国が多いわけなのです。あなたのようにまさか狙われまいと思う国も中にはあって、出し抜けに荒らし回る者もあるのです。勇士も寝るときには戸締まりに気をつけます。ましてや城は国の国防の要でもありますのに、てんてんてんと。まあまあ、だから、まあ、その強化してくれよ、強化した方が絶対いいよっていうふうに、まあ、いうふうにな、そういう意味合いを込めて言ったわけなんですけども、しかしね、ここまで言ったのに、許の君主はですね、あの不審のですね、進言を、まあ、聞き入れなかったわけなんですね。で、ちなみにですね、
翌年の紀元前582年に、なんとですね、今日は蘇に攻められて大敗北と、3つの都市を落とされるという事態に陥るわけなんですね。まあ、さらに言うとですね、この時から約150年後の、紀元前431年に、蘇によって、今日はですね攻め滅ぼされてしまうと。ああ、不信の言うことを聞いていればという話なんですけども、まあ、ある種ね、不信の有能さを表す、まあ、先見の目を表す、エピソードの一つでございました。はい。で、まあ、その肝心のね、不信の、呉強国化計画作戦はどうなったかというと、まあ、うまいこと言ったわけなんですよね。ちなみにこの頃の呉はですね、まあ、中原に先んじてですね、製鉄の技術が、非常に発達されたというふうに言われていて、まあそんなね、まあ、良質な鉄器の使用と、まあ不信が伝えた、まあ、中原の、まあ、先進国の最新の、傭兵術を併せ持った呉はですね、まあ、交流してきて、まあ、外ね一進一退の攻防を続ける、ようになってくるわけなんですね。はい。ちなみにそのまあ何ですかね、その確かその五王房の剣、越王高専の剣とか、なんかそう、まあ、そういうまあ剣が実際にあるわけなんですけども、その剣にはですね非常にまあ高度な細工というかそういうのがまあ施されていて、まあ、その2つの2振りのね剣からはね、まあ、当時のその五とか越の、東方諸国の地域が非常にまあ優れた、製鉄の技術を持っていたっていう風の証にもなるっていう、まあ、そういう話も、ちょっとした小話もあるわけなんですね。でちょっと話を、戻しますね。で五強国化系、作戦の根本にある、師範師長への復讐はどうなったかというと、まあ、力をつけた呉はですね、蘇の 属国である蘇とか、呂の国などをまあ攻めるなどして、まあ、蘇の、ね、地をまあ犯して、まあ、市長はですね、まあ、王命により、不信の宣言通りですね、まあ、あちこち走り回らなければならなくなるわけなんですね。またある年の、師範市長はですね、まあ、1年の間に、7度もですね、まあ、命を受けて各地を飛び回る忙しさであったとされています。その後ね、その後の師範は、まあ、紀元前575年に、秦と蘇の間に起きた、まあ、遠慮の戦いという、まあ、決戦があるんですけども、まあ、その戦いで、蘇がですね、秦に敗れた、まあ、遠慮の戦いでの失態をですね、まあ、ある種ね、まあ、お仲間の市長に、まあ、攻められるっていう、まあ、事態が発生して、まあ、なんですかね、そのまあ、結局まあその攻められたことによって、まあなんだろうな、そのなんで大敗したのに自害しないのみたいなことをまあ言われるわけなんですね、まあ、市長に。でそのことを受けて、まあ、その師範は、まあ、その自害してしまうわけなんですね。で市長もまた、呉との敗戦による心労、まあその沈黙というかね、まあまあ、詳しい話を言うと、まあ、勝ったと思って、まあ、ある戦いがあって勝ったと思って、まあ、先に帰国しちゃうわけなんですよ、その市長が。で市長が帰国したらその後、まあ大敗し、まあ、逆転されて大敗してしちゃったみたいな、その展開が、まあ、実際にあって、まあ、それを担当した沈黙によって、この市長はですね、あの紀元前570年、師範の死後の5年後ですね、病死するわけなんですね。はい。ここにね、不信の復讐は果たされたというわけなんですね。まあ、有能な人物を怒らせると怖いねと、そういう話でございます。まあ、復讐を果たした不信はですね、まあ、愛する家己との間に、まあ、一女、まあ、正確にはね、少なくとも一女以上は設けていて、まあ、幸せな生活を送ったというふうにされております。ちなみにね、まあ、不信のバックアップを受けて、まあ、強国化した呉はというと、紀元前ですね、ここは513年、考慮の時代になって、まあ、蘇を打ち負かすわけなんですね。ちなみに考慮がですね、まあ、呉王となった、紀元前515年の年、
一説にはですね、まあ、不信はまだ存命されしていたというふうにされていて、孫子の兵法で有名な孫武と、屍に鞭を打つの語源となった、復讐の鬼、御師匠と並んで不信の名が見られるので、まあ、そうなるとね、まあ、かなりのまあ高齢だったということになるわけですね。仮にそのまあ家長女の乱が起こった、起こったというか、まあ、そういう不信がですね、その歴史の名に、歴史の表舞台にまあ名が出た、紀元前598年頃をまあ大体まあ二十歳、まあすごい若く見積もって、まあなんだろうな、その君主に意見をするっていうことも鑑みた上で、まあそれでもまあ若いということもギリギリ鑑みて、まあ二十歳ぐらいだと、そういうぐらいの年を仮定したとしても、紀元前515年にはまあ100歳を超えていますからね、やばいですよね。まああとね、まあ秦の進化ではなく、まあいつの間にかまあ呉の進化になっていたと。まあ、不信という人物、まあ、自身の、ね、思い描いたことを 実現するまあ有能さを持って、まあ、絶世の美女の嫁もいて、さらにまあ超絶長生きという、この時代屈指のまあ完璧超人ではないでしょうかと、個人的なまあ不信のことをまあそう思うわけでございます。はい、以上が不信のエピソードでした。孫秦呉という、まあ、実にね、まあ、3つの大国にて活躍、どの国でも活躍できる、まあ、ワールドワイドな、まあ、有能な人物、まあ、実世の美女を手に入れて、さらにその上、家計を嫁としても、まあ、天寿を全うし、自身の復讐を果たし思い通りに生きたというか、ことを成したって感じの、まあ、人物でしたね。まあ、復讐によって、まあ、呉を強化したあたりは、それによってですね、後に紀元前、まあ、506年に、その都A がですね、呉によって落とされて、蘇がまあ滅亡寸前に追い込まれることにつながるので、まあ、歴史に大きく関わった人物であるとも、まあ、言えるのではないでしょうか、というか、まあ、言ってしまっても過言ではないというふうに思います。まあ、自身の、まあ、愛欲っていうんですかね、まあ、故郷である、まあ、宋を捨てて、まあ、もともと仕えていた宋を陥れる行為をすることから、まあ、不信をですね、まあ、内心というか、まあ、悪心というふうに評価する、まあ、意見もありますが、まあ、その宮城谷正光先生の花期春秋っていう、まあ、作品があって、私はね、その花期春秋で、まあ、不信の存在を初めて知ったことから、まあ、悪いやつというよりかは、まあ、そういう、まあ、印象は個人的にはあまり持ってなくて、まあ、すごい優秀であるがゆえ、まあ、自身の思い通りに生き抜けた、まあ、生きれた人という、まあ、イメージですね。まあ、なんですかね、まあ、有能ゆえに、自身の思い描いた絵を描き抜ける能力、まあ、超絶一般人な私には、まあ、羨ましい限りという、まあ、個人的な意見ですね。まあ、今回紹介した不信ですね、まあ、下記の放送の回でも紹介した小説、まあ、今言ったね、まあ、宮城谷正光先生の、まあ、下記春秋にも登場しますので、よろしければね、下記春秋読んでみてくださいと。この下記春秋における不信、まあ、下記の放送の回でもまあ言ったと思いますけども、まあ、下記のね、相手に、下記の、下記がですね、その作品にはまあ相手の性器を吸うという、まあ、何度も叫び出す的な性質を持ったキャラクターとして描かれていて、まあ、不信はですね、この術にまあ対抗できる、まあ、作中唯一のまあ人物みたいなそんな感じで描かれているんですね。まあ、その不信の、当時として、まあまあ、当時としてというか、まあ、現代としても、まあ、超絶、まあ、長寿なところから、まあ、戦術のような何かを術を使えるみたいな、着想を得た、まあ、その宮城谷先生がですね、そういう着想を得たのではないかと、個人的には思っている次第でございます。はい、本チャンネルではですね、今のような感じで定期的に中国史の人物を紹介していきます。主にね、その私が好きな春秋時代の人物を紹介していきますが、他の時代も紹介していきます。皆さんにですね、お楽しみいただけますようコンテンツ作りをしていきますので、ファンになっていただいてね、まあ、ぜひぜひチャンネル登録フォローの方をお願いいたします。高評価コメントの方もお待ちしております。まあ、今回ね、その構成を短めにしてシャープの放送をやりましたので、
できてるのかな結構なんか時間的に、あんまり変わらなかったような気もしますが、まあ、前回通りの、まあ、今まで通りの放送してたら、まあ、もっと長くなっていたというわけでございますので、まあ、一応ね、まあ、今回はその、まあ、シャープめに、まあ、短めな構成にできたということにしていただいて、まあ、そこら辺のね、今回の放送の構成とかの感想もコメントしていただけると嬉しいです。はい、それではね、次回の放送でお会いいたしましょう。黒政でした。バイバイ。